社長とはどこで知り合いましたか？昔昔から知ってるかな。そうだね。共通の友達がいて、自分その時結構ゲームいっぱいやってていい感じだったんですよ。で、なんかその国内大会とかも結構優勝させてもらったりとか、いろいろやらせてもらってて、でゲームがやばいやつがいるよっていうのをその社長に言ってくれてたみたいで、でその社長のことも自分は歌がやばいやつがいるっていう風に聞いてて、である、時遊ぶ約束をして知り合いましたっていうのが昔昔の話ですね。このペッポンって何なのかっていうところをちょっと自分も分かんないので、つけたちょっと本人をお呼びしながら聞いていこうかなと思うんですけど、チャットしてみますね。本人がいらっしゃるかどうか。今何してますか？配信見てるよ。はい。通話上がれますか？あ、そうだよな。今何してますかってさっきコメント来てたもんな。草って返ってきた。通話上がれますかって送ったら草って返ってきた。これはかけていいってことだな。通話かけます。はい。はい。大丈夫だよ。うん、聞こえる聞こえる聞こえる。音量だけわかんねえ。ちょっとごめんね。うん、いやなんかよかったわ。よかった。見てて、うん、最初ガチガチそうだったのに、なんかああで喋ってるの見てて、なんか、うん、親心、社長心としてね、うん、社長の声小さいって安心したなと思って、おい小さいって上げてよ。待って、俺200マックスだよ。ちょっともっとこっちマイク食べながら喋ってくれる？ああ割れてる。ちょっと離れて。ちょっとマックス。え、俺ね200マックスだよこれ。え、じゃあこっち上げればいいんだ。多分ね。ああ。オッケー。吹っ飛んでるかも。オッケー。いい感じじゃないかな。オッケー。いい感じ。あ、聞こえた。ナイス。オッケー。ありがとうございます。よかった。ごめんね、はい、最初の放送だから。いや、音量調整からスタートなんだ。いや、いいよ。嬉しかった、俺は。本当に。なんか、そう、社員のなんかこう、勇姿を見てるので、嬉しかったよ、なんか。あー、でもね、生放送ってやっぱ、めちゃめちゃ緊張するね。ガチガチになってたね。もう最初ダメだったもん、本当に。本当にね、ガチガチだったよ。今ちょっと脱力してきた。ありがとうね、来てくれて。本当助かる。で、ところで、最初から見てたから。本当に、うん、最初のとこカットしよっかな。ペッポンって何なんですか？そう、ペッポンってさ、うん、いや、何それ、アカウントの最初からペッポンって書いてあったの？そう、出した時から。そう。あ、これいじっちゃいけねえやつなんだなと思って。いや、わかるわけないんだよな、その昔の自分の考えって。つけとかなくていいから、そんなの消してよ、消してなんか。いやだよ。書きだよ、なんか自分のこと。自分の言葉、いや、このペッポンっていうのはだね、代々引き継がれるべき、末代まで引き継がれるべき恩言葉だと思ってて。いや、全く覚えてないから。全く覚えてないし、そんなこと聞かれるとも思ってなかったわ。いや、マジで。うん、知らないわ。本当なんかね、昔の俺に聞いてくれ。あ、マシュマロの中だとダントツで多かったのが、社長の関係ってどういう感じなんですか？なんか知り合った経緯はどんな感じなんですかっていうのと、このペッポンは何ですかっていうのがダントツで多かった。うん、そんな重要なことかこれ。そんな聞くことかこれ。めちゃめちゃ重要らしい、リスナーさんたちにとっては。多分俺の中でも結構ね、大事な言葉なんで、ペッポンって。あ、ほんと。うん、まあ、終わりの挨拶にするのもんな。そう、これって何、今日はお疲れ様でした、ペッポンプチってこと？考えてなかった。そっか、今日はお疲れ様、意味わかんない感じになるけど、プチって感じか。ペッポンプチ、そっか、考えてなかった。もうなんか、そうだね。なんか、締めんところはさ、なんか、ペッポンってついてたから、もう俺も、あ、これはもう、生放送の締めもペッポンなんだなと思ってたから。うん。そうだね。今日は、お疲れ様でした。ペッポンプチだね。マフもやるんだよ、今日は。あ、そうか、このまま、
あ、このままゲス、スペシャルゲスト俺か。あ、そうそうそう、スペシャルゲストとして、呼ばせていただいたので、このまま締めまで行って、一緒にみんなでペッポンするね。誰だろうって思ってたけど、あ、今からってことね。オッケーオッケー。そう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 、もう今から最後までいてもらうつもりだった。あ、オッケー、うん、オッケー。この後予定大丈夫？大丈夫。あ、オッケー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 。じゃあペッポンするわ。オッケー。うん。じゃあペッポンの意味ってのは特にないってことでいいですか？うん、うん。あきれいな。ないよ。ああ、なるほどね。ごめん。オッケー。じゃあ、うん、ペッポンの意味は特にないみたいなのでリスナーさん、ペッポンは特に意味ないです。はい、意味ないです。はい、すいません、本当に謝るほどのものではないかもしれないけどで、このニコさんが何でも屋さんになった経緯が知りたいですっていう、こちらも結構多かったんですよ。あーね、話すか1から。ニコと僕はそもそも普通にその友達を、さっき紹介していただいたように友達だったんですけど、なんかその時結構ブラック企業に勤めてたんだよね。そうですね、途中からそう不動産関係の仕事をしてて、もう俺もよく知ってたんだけど、その不動産のな営業所なのか分かんないけど、その中でその成績が一番だったんですよ、ニコが。新人の中で、うん、そう、新人の中で一番で、なんかすごいこう一生懸命仕事をしてて、でも一番をキープするために、なんかもう本当にものすごい朝早く起きて、もう深夜ぐらいまで仕事して帰って寝てをずっと繰り返してて、うん、ある日そのニコと久しぶりに会った時になんか死にそうな顔をしてて、もうちょっと本当にもうダメかもしれないって、なんかもうダメかもしれないみたいな感じになってたから、あ、うちの会社空いてるけど来るみたいな話して来たんだよね、確か。そうですね、そう、そういうあれだったな。ただなんか来ただから、来たタイミングではその何をするとか決まってなかったんだよ。うん、そう、それで来たタイミングでじゃあ何の仕事しようかって言っても、今までこう芸能系とかやってたわけじゃないからさ、じゃあそのマネージャーとかいきなり始めてもさ辛いじゃん。そうっすね、確かに。そうだけど、そのお商売がだからに得意だったから、ニコが、はいはいはい、あ、じゃあこの僕のこのアパレルの何でも屋さんっていうアパレルのアカウントあるから、よかったらこれあげるから、これ担当してみないって言って任せたみたいな。そうっすね、あったよね、そうですね、合ってる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 、全部合ってて、うん、あれ今何話そうとしたっけな、あの記憶喪失になっちゃった、うんなんかね、話してるとき相槌がねふわふわしててね、あ、そう、あ、大丈夫かな、ちょちょちょあ、ね、この話が終わったらこの話しようと思ってて、あの玉込めてたんですよ、で玉込めたら玉なくなっちゃった、あれ、あ、いいよいいよ、話伝えとこうか、伝えとこうか、あ、お願いできるよ、じゃあちょっとその間、おいおい、俺ヘッドホン外してくから、ちょっと考えてるから、任せろよ、トーク自信あるから任せろ、頼む、うん、今日はあの雨がすごくて雷が、なんだっけ、あ、そう思い出したわ、オッケー、はい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 、はい、今いい感じだった、トーク、あ、ごめん、バチバチ、ほんとバッチリだった、あ、オッケーオッケー、爆笑の嵐だった、オッケーオッケーオッケー、さすがの社長だな、でなんかそうなんかね、そのブラック企業からコスタイミングも結構えぐくて、なんかそのブラック企業がさ、なんかさ、最後って有給消化みたいな感じでさ、行かなくていいよみたいな期間あるじゃん、普通の企業って。なくて、もう末まで働いて、その次の日から俺、こう、マフシャで働いてんの。そう。そういえばなんかその、うん、あ、わかるわかる。なんか冬だったっけ、あれ。そう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 。1月末まで働いて、2月からもうマフシャなの、俺。そうだそうだそうだ。そう。うちの会社の研修期間入れらんなかったもんね。うん、いきなりだから当日から社員みたいな感じだった。そう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 。あ、懐かしいね。懐かしいね。いきなり打ち合わせ同席させてもらって、あー、あったね、うん、あったあったあった、バカず踏まないとさ、うん、やっぱ挨拶してこういろんな、この業界さ、やっぱつながりだからさ、確かに確かに、そう、ちゃんと挨拶してこう知り合っとくっていうのが一番大事だから、確かに間違いないね、ほんと1ヶ月ぐらいその時間をね設けたかったんだけど、うんうんうん、まあ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 、まあ、よかったよ、今何年目だっけ、今がどんぐらいだろうな、4年くらいかな、あ、そんな、うん、あ、そんなか、多分もうそんぐらいいってると思う、うん、いや長いな、ね、いつの間にかだね、
いやしみじみしみじみ居酒屋トークよこれしみじみしみじみで、なんでもえさんのその余談もね、本当はなんだろう、シリーズものになる予定じゃなくて本当は1回きり の余談だったんだけど、結構皆さんがよくしてくださったのでシリーズ化することができました。いやそれもね面白くてさ、なんか、うん、最初余談のやつをツイートした時になんか思った以上にこうファボられたりリプライとかが来ててそうなんかめっちゃ来ちゃったんだけどみたいなのがあって、うんうん、でそうなんか次会うたびになんか考えなきゃなってなんか余談考えなきゃ今暇って言ったら、いや今ちょっと余談書いてますってこう余談これツイートしていいですかとか言ってなんか LINE 来ていいですか、もう聞かないでいいからツイートしていいけど、そんな一生懸命考えてるの。そう、もう余談のために生きてる時期があった。あったね、一生懸命、うん、余談するためにこういろいろやってみたりとかやって、大変だったな。でも真面目すぎるわ。もっと手抜いて手抜いて。分かった。ありがとう。うんうん、じゃあ俺最初に退出しようか、うん。最後の締めとかあるでしょ。いや待って、ペッポンしてもらっていい？いやディスコード微妙に通話のラグあるから、うんうんうん、ペッポンを同時に言うと、うん、ペッポンみたいな感じになるよ。いや、じゃあ先にペッポンして落ちてもらって、俺が締めてペッポンして落ちよう。あ、わかりました。うん。はい、今日は。わかりました。うん。じゃあ今日は、ゲストでお招きいただきありがとうございました。はい。こちらこそ、ありがとうございました。はい。はい、うちの社員のニコくんを今後とも皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、それでは、バイバイ。ペッポン。あれ、落ちた？今。通話落ちてる。あ、落ちてるわ。はい。ということでね、自分はペッポンはいいかな。さすがに嘘です。今日はね、皆さんお忙しいところ、お集まりいただいて、そして初回放送ね、みんなで一生懸命違うな。みんなで一緒に盛り上げていただいて、ありがとうございました。今後はね、自分一人で配信したりとか、あと、なんか RPG 系とかね、なんかこう、ちょっとストーリー性のあるものとかも やっていけたらいいなとは思っておりますので、皆さんぜひ、見に来てくださると嬉しいです。じゃあ今日はお疲れ様でした。ペッポン。